突版印刷東京書籍東京書籍株式会社、英語、東京書籍 COLTD は、教科書をはじめとする出版事業等を営む企業。1909年創業。日本における教科書出版の最大手として有名だが、他にも学習参考書やデジタル教科書の制作、学力評価問題の制作、それ以外の一般書籍も多く出版するなど、 事業領域は幅広い。2019年に設立110周年を迎えた文部科学省検定済み教科書の発行者番号は2。小学校、中学校向けの教科書の署名は英語のニューホライズンを除いて新しいという署名で出版されている。これら新しいとニューホライズンは商標登録されている。一方、 高等学校向け教科書の署名は、英語と情報を除いて科目名だけのシンプルなものとなっている。業界採用手にふさわしく、北海道から沖縄まで全国的に幅広く採択されている。小学校、中学校向けでは、首都圏はもとより、東北、北、関東、甲信越、北陸、九州で採択率が高い。2015年度高校教科書採択者数は、 560万6633冊で発行38社中第1位であった。蒸気教科書に対応したデジタル教科書が制作されている。また、デジタル教科書に対応した教材も制作されている。アクセス社のレントレンスをプラットフォームとして採用している。蒸気教科書準拠の準拠ノートやワークブック、問題集が多数出版されている。ここでは、 代表的なもののみを取り上げる。小学校、中学校向けの学力調査。各教科の理解度だけでなく、生活行動の調査なども行う。当初文庫2010年に、拡大編集会議という建前で、教員らを集め、限定中の教科書を事前に見せて、対価を支払った問題が、文部科学省より指摘された。同様の事例が、三省堂、数件出版、京林館。 教育出版、三村図書出版、育法者等でも見られ、教科書業界全体で不適切な営業行為が発覚した。同社の報告では、延べ4000人を超える教員、採択関係者に対価を支払ったとしている。突版印刷株式会社有価証券報告書、第171期、教科書目録、文部科学省。 www.mext.go.jp2020 年5月1日閲覧東京書籍レントレンスをデジタル教科書プラットフォームに採用リセマム2020年5月1日閲覧ブーム再び工場萌えの秘密兵器が登場素材機械充電東洋経済オンライン2020年5月1日閲覧 次世代型教科書未来系、ニューホライズンでもう一度英語をやってみる。IT メディアニュース、2020年5月1日閲覧。当初文庫当初文庫概要重要文化財指定。w w w t o s h o b u n k o j p 2020年5月1日閲覧。プラットフォームメンバー機関基本情報リストを得ず、ポート日本。 www.eduport.mext.go.jp2020 年5月1日閲覧発行者による自己点検検証結果の報告を受けた各教育委員会等における調査結果文部科学省2016年4月1日閲覧ン角川のブランドメディアファクトリーとは無関係 ゲーム事業を開始した1986年から1988年までは、東京書籍本体がゲーム販売をしており、ブランド設立当初も本体が所有していた。ありがとうございます。